ロンドンスクリーニングに来て、で、ミラノに入るっていう日じゃなかったかなと思うんだよね。ロンドンスクリーニングというのは、ロンドンで行われる新作の映画や海外ドラマのショーケースですね。そこで映画バイヤーが試写を見て、権利の売買なども行われます。トランジットでチェックインカウンターでなんかチェックイン確認しなきゃいけない自由があって、確認が終わってフリーになって解放されて、カバンを忘れたと、あのカウンターの下に。自由時間だからどっかのタックスフリーとかフードコートとか行って時間潰そうと思って離れちゃう。で取りに戻ったら、まあ、SAS みたいな特殊部隊が取り囲んで俺のカバンをさ、マジックハンドみたいなんで開けようとしてさ何やってんだと思って、限界態勢になってるのに俺がそのまま入ってそのカバンをピックアップしようとした瞬間に宙に舞ったわけだよ俺が。だからどういう風に宙に回されたのかよくわかんないんだよ。もう何の痛みもないし何のストレスもない形で宙に回されて、で地面に叩きつけられてるのに痛くもねえし、取り押さえられて、でどっかを押さえられてんだけど、どこ押さえてもよくわかんないぐらいな感じなのに体が動かねえみたいな、仰向けにされて、で手も自由が効かないし、なんか どうなってるのかよくわかんなくて、シャラップって言われて、イッツマインとかいう英語でそのバッグを取り戻そうと深夜爆弾は私のですって言ったような同じでそうそう、そんな感じになったんだろうね。すごいなんかあの問題になっちゃって、それでもうバッグをなんか全く返してもらえそうもない中、たまたまビヨンドフィルムっていう当時ね親しくしてたオーストラリアのディストリビューターが同じようにチェックインカウンターに来て俺の説明をしてくれた。彼は私の知人ですみたいなこと言ってくれて、日本のあのバイヤーですみたいなこと言ってくれてさ、映画のね彼のバッグだと思いますみたいな、怪しいものではないと思いますみたいなこと言ってくれて、急になんかその雰囲気が和んで警戒体制が急に解けたんで、爆発物の反応がなかったからかもしれないけど、あの時さ IRA なのかイスラム過激派なのかちょっと忘れたけど、 ロンドンのテロが警戒された時で、ヒースローが限界態勢になってるのかトランジットしなきゃいけない、ちょっと歩いてその特殊部隊みたいな人だとか警察官だとかこうすれ違って、また行くとまたすぐすれ違うみたいな状況の中で忘れ物しちゃって、で取りに戻ったら大騒ぎになってたと、いつマインって言っちゃったと。これは地雷ですってテロリスト宣言をしてますあ地雷になっちゃったんだ本当にね大変な目に遭いましたよ